プロテストを受けた時の情けない自分、クラウドファンディングを使おうと思う、嘘をついてることをどこかで分かってるんだ、俺このまんまじゃダメ、人生の後悔を取り返しに行くっていう風に J リーガーになるっていうのはもうだから何っていうのがあって、こんにちは。こんにちは。月収1円 J リーガーとも言われているアミコ選手に今日は、はい、対談していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お声かけていただいて。いえ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 、あの最初に軽く自己紹介というか、はい、経歴みたいなのを聞けたらなと思ってるんですけど。そうですね、なんか最初から喋っちゃうと長くなるんで、まあ、今42歳 で、はい、で39歳の時に仕事を全部辞めて、はい、まあ、J リーガーを目指して、で40歳で水戸ホリホックで J リーガーになり、はい、で去年から YSCC 横浜所属して、今年で、まあ、J リーガー3年目と、まあ、自分でオールドルーキーと呼びながら、はい、今年を J リーガーラストイヤーというふうに位置づけて、やっております。アビコと申します。よろしくお願いします。お願いします。まあもう聞きたいことだらけなんですけどそうだね、じゃんじゃん聞いてください。あの僕、はい、2017年の全国社会人リーグで、うん、アビコさんがエリス東京にいらっしゃって、僕、はい、いわき FC でやって1回戦当たったんですよね。やったやった。僕その時から、はい、3-0で負けたね、うちがね。そうそう、まあ、その時にクラウドファンディングで J リーガー目指すみたいな、うん、もうおっしゃってたんですけど、うん、その世間とはちょっとずれすぎた感覚すぎて、どういう感覚、うん、はい、ね、気持ち持ってたのかなっていうのを聞けたらなと。いや、もともととその若い時には20代の時にはもちろん J リーガー目指してたし、ブラジルなんかも行ってね、はい、その当時はカズさんに憧れてブラジル行って戻ってきてエスパルステスト受けたり、はい、結構その自分なりにはやれるかなと思ったんだけども、はい、散々な目に遭いまして、21ぐらいの時に、はい、でまあ要はそのトライアウトとか受けてビビっちゃったタイプで、はい、全然もう自分のプレーも何もできなかったんだけど、なんとなくそこにこう自分で嘘をついてるというか、周りにはこうよく言うわけよ、あのチームと合わなかったとか、俺はいいプレーできたんだけど今回監督の好みじゃなかったとかって言って、実は全然できてないの俺なのに、そういうのもあって、でもそんな自分に嘘つくやつはプロになれねえなっていうのはどっかにあって、で結局23ぐらいで諦めるんだよね、24かな。でまあそっからあのアルディージャの通訳とか別の道でサッカーをまあ現役引退して他のことでまあやろうと思ったんだけど、やっぱりそのどんな有能な詐欺師も自分だけは騙せないから、嘘をついてることをどこかで分かってるんだよね、まだやりたかったみたいな。でそれがずっと十何年続いてしまって、37の時だったかな、はい、その不登校の子供たちとか発達障害を抱える子供たちとのスクールとかそういう学校をね、はい、手掛けることになって、はい、でまあ彼らはその必死なわけよ、はい、何にしてもそのもともと不登校だったりもするから、あの頃に戻りたくないって言って今を必死に生きてるわけだよね。で俺が偉そうにさ、その先生でもないんだけど一応講師という立場でね、座学を伝えてたりしてたんだけど、やっぱりそれをこう見て素直に受け入れて、で素直に頑張るんだよね、あの頃に戻りたくないから。で当時クラウドファンディングが少しずつ流行り始めて、まだでも怪しいっていう人9割、1割がなんかいい、うん、仕組みだみたいなのがあったんだけど、で授業でちょっと取り入れたりしたの、そういうの授業でね。でそしたらある時、そ俺はずっと10回の素振りより1回のバッターボックスだぞって言い続けてたんだよね、生徒に。何事もバッターボックス立たないと分かんないよって言って、でそしたらある時生徒がアビさんって言って、クラウドファンディング俺やりましたって言ってきたのよ、はい、でその瞬間にえっと思って、俺は10回の素振りより1回のバッターボックスって言ってるの、彼はもうバッターボックス立ってしまったと、俺は何をしてるんだみたいな気になっちゃってで彼はクラウドファンディング1回も結局成功しなかったら1500円の本買うのに300円ぐらいしか集まんなかったのかな。そうだけどやっぱり俺はすごいなって思ってて、その瞬間にちょっと膝からこうガクッと崩れ落ちるぐらいの思いになり、その時からあ俺このまんまじゃダメだって思い始めたのが多分38の初めぐらいで、でなんだかんだどうしたらいいんだろうと、こんな人でその時はまあいいマンションに住みだね、はいはいはい、いいお金をもらい、はいはいはい、それこそいろんなこうセレブな人たちと食事をしたりとかそんなね状況下ではいたんだけど、でもこんな自分じゃ嫌だっていうのはどっかにあって、で39の時に、うん、人生やっぱ変えようと、このまんまじゃ俺本当にくすぶって40迎えちゃうと、このまま40迎えたくないと、その時に思ったのがやっぱり自分への嘘、自分の人生の後悔は何かって考えた時に一番の後悔がやっぱりそのプロテストを受けた時の情けない自分だったんだよね。そうだからもう一回その時の自分に戻らないと、まあ綺麗に言うとね、その時の自分に戻らないと人生をやり直すことにはならんと思って、
で J リーグを目指すんだけど、ただ J リーグを目指したんじゃ意味ないから仕事全部やめようと思って、さすがに J リーガーに失礼だと、仕事やりながらなんていうのはね、ただですら40でふざけんなって言われるのに、仕事もしながら無理だと思って仕事全部やめて J リーガーを目指す、でも無一文になるクラウドファンディングを使おうと思って、知識としてはあったから、あとはバッターボックスに立つ、どんだけお前素振りしとんねんと、いい加減バッターボックスに立てっていうのもあって、でクラウドファンディングと、まあ、J リーガーを目指すっていうのを合わせて人生の後悔を取り返しに行くっていう風にしたんだよね。なるほど、深いですね、そこに行くまでがそうなんちょっとね、そういう経緯もあってそこに至ったんだよね。なるほどです。でまあなんか僕とか、まあ、ブログを見てる一視聴者だったので、まあ、まあ無理だろうと僕思っててそうだよねまあ無理だろうって、多分確か僕があの試合した時に多分出てなかったんですよ、多分アビコさんが。そうそうそう、後半のも残り何分かしか出なかった で、ね、でまあ言ったら地域リーグで出てない選手が J リーグ目指すって言ってて、でなんかまあブログとか見てもあ今日も試合出れなかった、こんなんじゃ J リーガー無理だみたいな感じのブログとか書いてらっしゃったんで、どうなるんだろうって僕は結構もう気にして見てたんですよ。あ、本当ありがたいそれはでそっからどういった経緯で、やっぱりあの俺の中でその地域リーグで出れてない選手が J リーガーになれるわけないっていう、そのなんていうのかな、それは俺の中でもあったんだよ、出れてないのに。でも俺は人生の後悔を取り返しに行くための J リーガーは手段であるっていうのがあったから、これゴールではなかったんだよね。だから目指すことが何よりも大事だったの俺にとって、その J リーガーになるっていうのはあくまでも通過点というか、俺にとっ の人生の後悔を取り返しに行くために必要なものであって、決してゴールではなかったんだよね。だから目指してる最終、要するに挑戦者っていうのは基本目指してる人だから、目指してる時ってあんまり気にならないんだよね、そういうことが。出てないからなれないっていうイコールにはなるんだけど、でもだから何っていうのがあって、その俺は目指したいんだと、なりたいんじゃない、目指したいんだっていうのがベースにあったから、そこがあったから全然ブレることなく、トレーニングもそこからどんどんこうプロフェッショナルな人たちとね一緒にトレーニングさせてもらうことによって、まあそのおっさんだった体をまずアスリートに戻し、アスリートの体をプロ仕様に変えていく段階の最中ではあったんだけど、まあそのためにエリスにも入らせてもらったんだけどね。そう、それで実際に最初は琉球の社長に直接直談判に行って、で実は琉球にテストを受ける予定があったんだよね、はいはいはい、だけどそれの1週間前に足首を複雑のこの捻挫をしてしまって思いっきり靭帯伸ばしちゃってで松葉杖生活が始まり、普通ほらやめるきっかけになるじゃん、はいはい、もうそこまでやって怪我したんだから諦められるだろうみたいな、はいはいはい、でも全然そんな諦めるのあの字もなくて、でそのまんま怪我を回復させて琉球のテストはもうダメになって、で水戸の強化部長、今の GM だよね、はい、と、面識はもともと俺大宮 RDJ 時代の俺が通訳で彼が、選手だったんで、はいはいはい、そのつてもあって直接連絡して、まあ、プレゼンをしたわけだね、要するにその俺を取るとこんなメリットがあるぞみたいな。そうで、それは、J リーガーになるというそのチームでの貢献は3割しかできないかもしれないけど、オフザピッチのところで7割以上の貢献ができるはずだと。そこには、まあ、もちろんその単純に言えばスポンサーとかっていうのもあるかもしれないけど、やっぱり選手の意識改革には絶対に選手の中から出てこないと変われないと、いくら強化部が言ってもいくら監督が言っても、やっぱり選手の中で誰かが変わることによって選手はなびくんだと。でそういうのも考えた時に、僕俺の中の J リーガーの定義を、まあ、明確にしたというか、90分出るとかはもう一切言わずに、残り5分でも使いたいと思わせてあげるからって言って偉そうにプレゼンしたわけ。でこの人がいたら、例えば負けてる時に試合出すとか、チームが苦しい時に何かなるんじゃないかとか、やっぱり18人のメンバー選考の中で、まあ、指導者もやってたから指導者の立場に立つと、どっこいどっこいの時ってあると思うの、メンバー選ぶ時に。でその時に能力でも一緒、まあいろんな意味で一緒、でもやっぱりもしこいつがいたら何かの時にチームがぐっと盛り上がるかもしれないなみたいな、残り5分でいいからスタンディングオベーションができるような選手が世の中にもしいたら J リーグも少し変わるんじゃないかなみたいなプレゼンをして、でテストを受けさせてもらえることになったんだよね。今ちょっと結構サッカー選手かける SNS みたいなことがちょっと出てきて、サッカー選手のプレーだけの価値じゃなくて、SNS とかそのクラブにおいてのその一人一の価値みたいなとこが結構出てきてますけど、もう そうだね、その当時から言ったら選手としてだけじゃなくてクラブとして存在価値のある選手になると、うん、それをずっとプレゼンしてて、もっと言ったら例えば、
その代わりあの年俸いらないから、はい、その年俸がねネックになるはずじゃない、やっぱ40の選手雇うってのだからそれお金いらないっていう前提にして、はい、そうじゃなくてほらテーブルの上にまず交渉できる乗らないんだよね、交渉できないから、でお金はいらないと、でもその代わり観客席を10席から20席俺にくれと、でそこにアビコシートっていうことで俺がファンを呼ぶからと、で例えばそれを1席5000円で呼んで10人呼べば5万だと、でそれが例えば俺の収入になったり逆にその5万をクラブに渡してもいいと、そうやってその自分の、要は観客席ファンをサポーターじゃなくて、これファンとサポーターみんな勘違いしてると、サポーターというのはクラブに貢献した選手を応援する人、ファンというのは自分に影響を与えてくれる選手を応援する人と、俺はその人に与える影響を大事にしたいからファンを作るから俺用のファンシートを作ってくれと、でそこに人を呼んで、そこでマネタイズすることも考えられるよみたいなことをまあまあいろいろプレゼンでも言ったし、その SNS で言えばもう多分本当になんだろう、もう今じゃみんなやってるけどね、もうその当時なんてもうふざけんなみたいに言われちゃって、ね、もう叩きに叩かれまくったからさ、で実際そこのとこはどうなったんですか、そのファンシートみたいなとこがうまくいったとかの話はあるんですか。そう、開幕戦で、はい、15人ぐらい来てくれたのかな、すごい。そうでも結局やっぱりまあなんか言い方あれだけどやっぱりうまく合わなかったんだよね、その実際入ってみたら、はい、クラファンしちゃいけない、SNS もそんなにやるな、まあ、結構規制が多かった、だからやっぱりやりたいことをできなくて、本当は年俸クラウドファンディングしようと思ったんだけどそれもできなくて、結局入ってからの方が辛かった、それまでの間は SNS でバンバン出しまくってたし、はいはいはい、逆に言えば開幕戦っていうのは俺まだプロになれてないんでね、テスト生だったの、水戸の開幕戦だけど、それにも15人ぐらい来てくれたから、わざわざ関東から、東京からだ、チケット買ってね、はいはい、わざわざね、そうそう、だからそういう意味では明らかにあの15人は俺は試合出てないけど俺目当てで来てくれた15人がお金落としてるわけじゃん、っていうのは見えるわけじゃん、クラブには、あこの人こんだけのお金落としたんだと、しかも一銭ももらってないからコスパいいはずなんだよね、でもそれがまだ開幕戦の時だけで終わっちゃったね、結局は。そこのコスパで言うと僕も別の動画で上げてるんですけど、僕も0円でいいから上でやりたいっていう思いを結構話したりしてるんですよ、言ったらコスパがいい選手となって、もうチームに対してそのコスパのいい価値を与える選手になりたいって結構動画で話してるんですけど、なんかそこすごい似てるなって思って、いやもうまさにじゃない今みたいに、だから年俸いらないから、メイン席を30席くれって言えばいいと思う、いやその話結構勉強になります、でその30席、埋めちゃうからって言って、俺埋めちゃうよって言って、でそれをスーパーシートみたいな名前にして、普通の2000円のものを例えば3000円か4000円で売って、その分クラブにもちゃんと入れると、はいはいはい、で差額を自分のまあ収益にして、はいはいはい、でなおかつ毎回みんなと写真を撮るなり、出てない時は実況解説するとかね、そのシートの中で、で終わったらピッチ上で写真撮るとかって特権つけてあげれば出す人いるし、 ね、それがファンなんだよ ね、サポーターじゃなくてファンですね、それは俺ねすごく、そう、それこそファンだから、やっぱファンを増やすっていうのはそういうことで、なるほど、自分のためにねお金を使いたいっていうふうに言ってくるから、そういう選手が俺は増えた方がいいと思うし、絶対に俺はやるべきだなって思う、今ちょっとだけ聞いただけだけど、全然それやった方がいいじゃんと思う、なるほど、いやそれ全然できると思う、しかもだってコスパがいいだけじゃなくて、なんと利益をもたらすね、素晴らしいですね、で俺 YS の時は水戸からわざわざバスチャーターして25人ぐらい来てくれた、そうでゴールの席を買っ、みんなチケット買ってくれて、バスできて、なおかつグッズを全員買ってくれた、そう、そしたらやっぱりもちろんその瞬間のね数万円かもしれないよ、まあ、数十万円いったのか分かんないけど、でもそれってどの選手がいくら落としてるなんか誰にも分からないんだよね、自分のユニフォームが売れたなら分かるけど、でもそれってプレーの活躍イコールのユニフォームじゃん、じゃなくてそうじゃない活躍の中でみたいな、そこがやっぱすごい重要だと思うんだよね、ぜひやってもらいたい、はい、でもオフザピッチまでなぜ J リーグや J リーガーのルールにのっとっているのか、サッカーだけやってれば良くない日が来るんだよね、自分のルール自分の判断基準を持って、この人にゴールを取らせて終わらすぞ、先の想像なんてもうどんどん、最後まで見てくれてありがとう、よかったらチャンネル登録してってください。 Have a nice day!